殿に託されたのは宗妃さんの城の地図でした。どうやら城は豊臣領のすぐ近くにあるようです。そこを攻めればすぐに秀吉殿から救援が来る。なるほど、そういうことですか。ええ、そういうことです。ちょっと待って、さっぱりわからないんだけど。ああ、俺もだけど、わかってるやつに任せときゃ問題ねえだろ。うん、諸葛亮も納得しているようだし、今回は左近に任せるのが良さそうだな。我々は指示に従おう。ありがとうございます。殿の頼み、必ず果たして差し上げますよ。石田三成の軍勢は連合軍の前にあっけなく敗れた。だがそれはアレスやアテナを欺く策。三成はどうしてもこの機に連合軍と接触したかったのである。連合軍に下った大谷義継と前田利家はとある地図を差し出す。そこにはアレスと組む宗妃が所有している城が描かれていた。その城の近くには三成の主豊臣秀吉の領地がある。全ての情報を見た島左近は自ら出陣を志願。地図に描かれた城を目指して進軍する。この時点で三成の意図を理解していたのは彼一人だった。敵はまだ防備を固めきっていない様子。我々がいきなり攻め込むとは思っていなかったのだろうな。ここまではうまく運んだか。悪いが、俺たちは三成から別の依頼を受けている。少し外させてもらうぞ。そもそも俺たちが最初から一緒に戦ったら怪しまれるしな。用事が済んだらすぐ合流するぜ。わかりました。それじゃ全力で宗妃さんの城を落とすとしましょう。やはりあそこは宗妃さんの城のようですね。予定通り攻め込むとしましょう。先陣は私に任せて、暴れ倒してやるわ。なぜ奴らが攻めてきた。行きます。情報が漏れているのか。高徳、利天、城の守備を任せる。承知した。はにしても最近三成殿は様子がおかしい。義継殿も敵に捕まり行方知れず、嫌な予感がするぜ。孫権さん、本陣の守りをお願いしますよ。この後多分敵が来るんで。引き受けた。孫権が力を合わせて守りきろう。女神の力を借りるわ。真意極光者、すごいでしょ。私が行こう。これが我が情熱の炎よ。さてどう行きますか。しまうとはな。任せて。見事な戦ぶりだ。そなた、いかにして面白いことを知った。はて、何の話ですかね。受けてみろ。
て叶わない。ここだ、受けてみよ。これが我が情熱の炎よ。するぜ。宝徳殿、あんたは一旦引いてくれないか。承知した。貴公の勘がそういうのだ。信じる。おお、未来のにあるわ。私は。これが我が情熱の炎よ。私が行く。任せて。女神の力を借りるわ。真意極光者、すごいでしょ。私が行こう。希望を駆使し退ける。ここだ、受けてみよ。ここだ、ありがとな。けどここは戦場だ。止めさせてもらうぜ。私が行こう。敵策を使う余裕もないか。しかないか。さて、そろそろかな。遅れてすまんの。無事じゃったか、総妃。城内まで侵入されているようです。情けない姿ですね。ここだ。無駄口はいい。援護する気があるなら迅速に動け。受けてみよ。任せて。秀吉、そのまま敵を囲み本陣を落とせ。言われんでもそのつもりじゃ。みな頼んだね。お出ましですな。思った通りだ。全軍交代、本陣を守るんだ。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。佐古、本陣は孫悟の兵が守っている。全軍で援護する必要はないぞ。いや、殿のことです。清正さんや正則さんには何も明かしてないはず。そうなると彼らは本気でこっちを攻めてくる。ここだ。敵さんの俺、これで勝ったと思うなよ。お前は我が子とさせてもらう。佐古、お前は三成の軍師、共に秀吉様を支える仲間だろ。だとしたら俺の行動は間違っちゃいません。女神の力を借りるわ。真意極光者、増援を出そう。これで佐古たちに勝ち目はない。俺に歯向かった罪を思い知る。真意極光者、すごいでしょ。左近たちはこの城のことを知ってたみたい。三成もここに敵が来ることを分かってたようだし。もうみん
場で隠し事して、だったら私もここを動かないよ。あそこに敵がいるわね。さあ行くわよ。偉いのにやるわ。最近の水なりはおかしい。この戦も俺とお前で何とかするしかない。この前なんか義経を見捨てたもんな。マジでありえねえだろ。アレスも偉そうにしててよ、かっぱら立つぜ。敵を差し置いてでけえ面しやがって。それに総妃も敵も踏ん張るもんじゃのう。どれ、増援でダメ押ししちゃるわ。敵の、それでいい。私が行こう。奴らがいつまで耐えられるか見物だ。情熱の炎よ。敵の勢いも侮れませんね。その方がやりがいもある。虎の力見せつけてやれ。ああそうだな、おやじ。清正、一旦下がる。分かった。ねえ、あなたたち三成と一緒に何か企んでるでしょう。あもう他の敵に伝わる前に倒さなきゃ。敵戦果を見せるは恥だが、やむを得ぬ。見事だ。その調子で奮戦せよ。時間はだいぶ稼ぐな。どうだ、サコ。そろそろ頃合いでしょうな。敵は後退したな。よくやったではないか。ならば褒美をもらいたい。まあいいだろう。何が望みだ。あの男の力だ。秀吉様こそが人の王ならば、俺と同じくあの男も秀吉様に忠誠を誓うべきであろう。それは気まずそうな顔じゃな。もしやあいつにも同じ約束をしとったんか。だから言ったであろう、その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされると。わしら人間はお前たちにとってはただの駒。一体本当は何をしようとしとるんじゃん。余計なことを聞くな。逆らうな。もう貴様になど用はない。秀吉様、ここは私が抑えます。あと手はず通り。よっしゃ、分かったで三成。みんな、サゴンたちと協力してアレスを撃つんじゃ。嫌な予感が当たったな。最初から三成殿が裏でいろいろ動いてたんだろう。誰が敵に回ろうとなすべきことは変わらない。早期だと必ずお守りする。なんてバカ力だ。まるで熊だぜ。そんなことまでピンとくるな。ぶっ倒してやる。
王妃殿、遅れて申し訳ございません。超春愛ただいま到着いたしました。状況は見ての通り、秀吉たちが寝返った。奴らを近づけるな。裏切り者は厳正に処罰いたします。さてどうアリス、わがままな子はお仕置きだよ。さ、みんな行くよ。全部知ってたんすか。いや、左近や三成の態度を見て察したんだ。それに比べて俺たちは頭に血が上っていたのに。秀吉が寝返ったところで我らの優位は揺るがん。全ての兵を出せ。奴らを殲滅しろ。あいにくだがお前たちの兵はもういない。何？水成、アレスの伏兵は片付けたぞ。あとは残っている連中だけだ。もうこそこそ動く必要はねえな。思いっきり暴れてやるぜ。よくやってくれた義経。そしてありがとうございます利家殿。嫌な予感はしてたんだよな。受けてみよ。なんで防げなかったんだ俺。その動き少々気品が足りませんね。この私が優美な戦いをお見せしましょう。また結構いい男だけど性格に何がありってところよ。あとはお任せさ。これが我が情熱の炎よ。策ケイ、お前たちで曹操の息子を倒してこい。もしれやってるぜ。わかりました。必ずや成し遂げましょう。強くて賢い、いい子だね。任せて。天下無双の地位、さすが三成の見込んだ男だ。裏切り者に容赦はせん。厳罰に処す。なあ、俺はおじきの部下だぜ。おじきについて行って何が悪いんだこら。大丈夫か、おじき。今行きますから。私が行こう。こっちはまだ持ちこたえられるわ。先に押しすると都心を助け立ってくれ。分かったよお前様。けど無理しちゃダメだよ。お前様がやられたらおしまいなんだからね。一応打ち取りましたよ。こら義継、あなたまで隠し事したらダメじゃない。申し訳ございません。おねね様、叱責は口止めをしていた三成の方へ。利家殿、ご無事で何よりです。悪いな、お前らには何も教えず進めちまってよ。こっからは一緒に反撃と行こうぜ。三成、お前とはいつかやり合うことになると思っている。任せて。そう、俺も同じ予感を抱いていた。すごいでしょ。ありがてえ、共に押し返そうぜ。これもね、俺に構う。左近、よく俺の意図を察して動いてくれ。こんなの朝飯前ですよ。殿との付き合いは長いですから。バカな、さて押されているだと。どこかに気の緩みがあったか。俺にも予測できない事態があるのか。行くぜ総妃。この孫博が相手だ。いいだろう、虎の子よ。ここで勝ってやる。この世界でもお前と戦うことになるとはな。手を組むよりははるかに自然な流れである。孫権、貴様にはここで倒れてもらう。左近、すまない。
いつも世話をかける。ここだ、決める。激しく攻め立てよ。やってみましょう。私にはまだなすべきことがある。無働きだ、タイン。撤退するしかないだと。この俺が人間ごときに。左近、義継、利家殿、そして皆、協力感謝する。いやアレスの二枚舌は分かっとったんじゃが、奴らの力は凄まじい。危険を考えると動くことができんでな。確かに、かつて龍禅は人質として囚われていた。秀吉殿もそうなるか、もしくは消されるか。いずれにしろろくなことにはならんだろうな。ああ、だからお前たちの助力が得られるよう一計を案じたのだ。神たちがどこで聞いているかわからぬゆえ相談すらできなかったが、秀吉様は好きにしろと任せてくださったからな。水くせえぞ頭でっかち。俺たちにも先に教えといてくれれば。正則、お前に教えればことは筒抜けだっただろう。今回は三成の判断が正しかった。俺たちが察するべきだったんだ。それにしても方法はあったと思うがな。お前たちはただでさえ揉めるのだから。まあだからこそ神にも気づかれずに済んだな。うまくいって本当によかった。そうだ、はい、お土産だよ。お近づきの印に受け取ってね。これってどっかの地図？ゼウスって神様が降臨する場所みたい。そろそろだってアレスとアテナが話してたからこっそり盗み聞きしちゃったよ。おお、さすがネネじゃ。おネネ様、神相手に盗み聞きですか。露見しなかったからよかったもの。しかし助かったぞ。この情報をもとに次の方策を立てるとしよう。